では、3番目、はい、LIE サードはルールファンクション、はい、自覚のある短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないが社会的場面では適応するために頑張ろうとしますよ、うんうん、ただ攻撃をされるとか、まあ、弱いと分かっているので攻撃を恐れてビクビクしていますなんて書かれているんですけど、うんうん、この LIE にとって規範の機能は外交感情。このタイプの人たちは特に集団でいるときはその場に広がる感情的な雰囲気に適応しようと努めますと、うん、そしてすでにある程度知っている人たちの前では、うん、明るくウィットに富んだ発言をするなどして、うん、良い雰囲気を作ろうとします、うん、やろうと思えばできるってことですよね、うん、しかしこのような努力は基本的に控えめであり長くは続きません、うん、というのも情熱以上に複雑で激しい感情を表すことは、うん、このタイプの人たちには難しいのですと。大きな声で笑ったり、うん、お互いに冗談を言い合ったりするような激しい感情表現が交わされる集団の雰囲気には、うん、どうしても加われないと、うん、なので雰囲気を壊さないように必要性に自覚的であろうとはするのですが、うん、自分の気分や相手に対する個人的な感情と勝ち合わないときは全然うまくいきませんと、うん、典型的なのはみんなが軽口を言い合ったりして、うん、気楽な会話をしている最中に、うん、他人の間違った発言を訂正する、うん、理路整然と訂正する、うん、ために、うん、怒ってるって思われて、うん、いや自分はなんかこの雰囲気に合わせようとして、うん、ただまあ我慢できずに言ったところを壊しちゃう、うんうん、だから我慢できないのが出てくるって話ですよね。でも自分は乗ってるつもりなんですよ、この軽口に乗ってるつもりっていうか、はい、乗ろうとしてる、はい、してるってしてるんですけど、はい、そうじゃないこういつものこうロジックみたいなのがポンって出てくると指摘せずにはいられないみたいな、はい、間違ってる、あそれ違うよかいらないいらない、だから抑えられないんですよ多分主機能とかを、はい、もう言われたわ、あでもこう仲良くやらなきゃいけないなみたいなのは多分持ってるって話ですよね。 もしかそこで、うん、その会話を仕切ってるのが、うん、外交感情だったりすると、うんうん、もうシューンですよ、もうだからこの場の空気を壊しちゃうって話じゃないですか。でもシューンって黙っちゃうからもう周りも、うん、あおろ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 みたいなのになるんでしょうね、うんうん、はい、では4つ目、はい、SI 脆弱な機能ですと。最大の短所で強い苦手意識もある、はい、分かってる、うんうんうん、苦手だ、うん、新しい場面に弱い上社会的なニュアンスも疎いですと、うん、また自信がなくこれをやるだけでストレスを感じる、うん、なので基本的には使わないようにしている、うんうん、っていうのが SI 内向感覚を持つこのタイプは、はい、内向感覚の効果を気にしないし、うんうん、SI 的な視点は自分の目的達成には全然重要ではないっていうふうに考える傾向がありますと、うん、トークのことや長期的な思考に比べると体のこと、うん、身近なこと、うん、今ここのことっていう優先度は低くなりますと、うん、なので典型的な特徴として細部に宿る美への無関心さというのが挙げられますと、うん、というのは長期的な視点で見たときに、うん、細部を気にしていたらキリがないという意見に焦点が当てられるからですと。また身の回りのことや自分の身体的な感覚にも疎く、うん、自分が扱う必要のないものがどこにあるのかよくわからないっていうことがあります。細部の美への無関心さは、うん、EIE と比べて、うん、LIE の方が特に顕著ですと、うん、また脆弱な SI を持つこのタイプは SI 的な見方をどうでもいいと思ってる、うんうんうん、なんで失礼ですね何がですか、いやなんか、はい、自制する人が主導の人がいるわけじゃないですか、うんうん、笑って思うんですよね。笑って思うかどうかは分かんないですけど、はい、自分には不要だと思ってる。あ、なるほど、申し訳ございません僕はついなんかね極端を取っちゃうんですよ。自分に矢が向いてると思う。そうでなんかねちょっと対決姿勢を今やろうとしたんですかね、うん、なのでこの機能に関わる思いもよらない問題、新たな問題、うん、見過ごされた問題のせいで、うん、道を外れてしまうことが多いです、うん、なんでまあ自分の体をに顧みず、うん、よく昔日本にいた、う
24時間戦いますか、うん、はいはいはい、で24時間戦った結果、うん、体を壊すサラリーマンみたいなのが典型的なのかもしれないですね、うんうんうん、まあ、そういう感じはしますよね、はい、ホレーモンも何か大事な何かを失っている気がする、うん、まあ、意識して健康とか気をつけてそうな風はありますね、風は、はい、では5番目暗示される機能です、はい、なのでこのこれの上4つは意識はある、うんうん、そういう意識をちゃんと持ってる、うん、が5番目から下の4つは無意識の部分です、はいはい、暗示される機能は自信があるとかない以前にその発想がなかったってほど欠けていて、うん、意識することもできません、うん、が自己実現のためには必要であり、うん、この機能について理解すること話し合うことは極めて有効、うん、また社会的なニュアンスも疎いので悪用されないよう気をつける必要があります、うん、とあるんですけども FI ですと、うん、内向感情ですね、うん、暗示される機能に内向感情を持つこのタイプは、うん、親密な人間関係を渇望している、うん、そういった関係の中で信頼関係に包まれながら、うん、自分の個人的な体験を気軽に分かち合ったり、うん、言葉にしなくてもお互い分かる感情や、うん、倫理観によって関係を持続させたりしたいと思っていると、うん、このタイプは最初の一歩なら踏み出そうとするのですが、うん、そのような関係が存在しているのか、あるいはそのような関係にはどういった格付けがなされるのかを正しく評価することに自信がない。そのため曖昧さのないはっきりした人間関係を重視している人や、うん、はっきりした倫理原則に従っていて信頼感があり、彼らの目から見ても信用に値すると思える人に対して魅力を感じますと、うん、この人たちは相手が友達なのか敵なのか、うん、自分に向けられている感情が好意なのか悪意なのか、うん、をよく考えていないところがありますと、うん、その代わり大抵の場合はその人についての事前知識に基づいてあたかも最初から友達敵であるかのような行動をしますと、うん、そのせいで友達を敵と間違えたり、うん、敵を友達と間違えたりするようになってしまうのですと、うん、他の人が自分にどんな感情を抱いているのかは少しずつ認識できるようにならず、感情を言葉ではっきり伝えてもらい十分な期間その伝えてもらった感情をはっきり行動に表してもらい続けない限りは、うん、いつも疑いが残ってしまいますと、うんうん、人間についてもいつも不安定になり気持ちは変わっていないよって人から安心させてもらわないといけないと、うんうん、このタイプは人に自分の個人的な感情、うん、あの人って本当面白いよねとか、あの人のこと俺大好きなんだを伝えることをとても恥ずかしがるが、うん、人からそれを言われると、うん、まるでサプライズを受けたかのように、うん、良い反応を示します。その代わり他人の振る舞いに筋が通っているかどうかをよく見ていますと、うんうん、では6番目動員する機能ですと、うん、自分の行動に強く影響を与えているのですがよくわからないためこれを主導する機能を持っている他者から学ぶと良いと、うん、で未発達ではあるが日常の簡単なことなら、うん、この機能を意識的にちゃんと使えるようになります、うんうんうん、っていう機能が SE ですね、うんはい、外交感覚、うん、自分の目的を達成することには自信を感じるのですがどっちの道を選ばいいのかで躊躇しがちですと、うん、このような場合は最後には自分で選べるように他者の支えを感じる必要がありますと、競争や大変な努力をしたり人と一緒に障害を乗り越えるといったような自分の意思や人間のパワーが成長していく様子を見たりするのが好きですと、しかしこれらの努力のためには人からの喜びとやる気を人から与えてもらわなければなりません、うん、なので無意識的にはそれをやってるけど、うんうんうん、もっとうまく使うためには、うん、SE これが SE だよっていう人から、うんうんうん、ああ俺やってるじゃん、うんうん、っていうのを参考に、だから SE ですよね、僕 SE です、はい、ソシオニクスで言うと、うん、SE が主機能です、うんうん、はい、だそういう人の参考にするこの人の前で喋れって言われるんです、はい、SE について語りなさい、語りなさい、無理です
すみません。すみません。なんか聞いてください。はい。カズさん、感情が疎いから理性で感情を理解しているから誤解が生じている気がすると。うん、だからまあ頭の中で評価みたいなもんですよね。はい、感情を理性で、いや言ってることはわかるんですよ。うんうん、ただそれをね頭の中でなんていうんだろう、正しく再現できないというか。なんかあのこの人好きみたいな、はい、この表情とかを探ったりするわけじゃないですか、うん、でそういうのが分かんないから、はい、もう具体的な行動とかそうだそういうなんかこの人は誕生日にプレゼントをくれたから多分好意を持ってくれている簡単みたいな、だから利用されるんですよ。簡単それ、うん、なるほど、うん、どうすればいいんですかね。アニメを見ろですかね。分かんない、アニメを見てもアニメを見ていやなんか、うん、アニメも表情をちゃんと演技させるじゃないですか、うん、はいはいはい、分かりやすく演技させるじゃないですか、うんうん、空気をちゃんとアニメでさせるんですね、うん、うまいアニメって。はい、でもそれを読み取るのが苦手、これはどういう感情かを当てましょうゲームをするみたいな、うん、今隊長楽しそうな顔してるんですよ、はい、で僕はそれを感じるんですねはいはいはい、でそういうのが苦手だからって話ですよね。なるほど、うん、だから誤解を生じるみたいな。ああなるほど。あ、この人は今楽しんでるなって思ってたら、はい、全然楽しんでなかったとかだからう、ね、こう自分の感情は信じよう、あ、自分の感覚は信用できないから、はい、データに基づいてみたいなデータなるほどなるほど、はい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 、7番目、はい、7番目は無視された機能で、うん、ブレやすいことを除けば十分に発達している、うんうん、が普段は抑圧して います。望まないコミュニケーションの際には自ら主導する機能を守るために活発することはあるが、うん、反面無視された機能っていうのは悩みの種になります、うん、っていうのが TI 内向思考ですと、うん、アイデアやシステムの持つ論理についての議論は簡単に理解できるけど基本的に興味がない、うん、そういった論理構造は目標達成にはほとんど価値がないって受け取っており、うん、全く面白くない上に、うん、生産性もないことであると感じています、うん、なんかねもう説明自体がね、うん、失礼なんですよ冒涜なんですよ、うん、この機能に対する、うん、はいはい、失礼、うん、極まりないLIE もうライってもう嘘って言ってるし、ね、俺嘘なんです、うん、すいませんもう刺激されちゃってね感情が、はい、申し訳ございません。気を取り直して、はい、8番目は、うん、暗黒の機能でしたっけ、何でしたっけ8番目は証明する機能です、はい、主導する機能と同じくらい強くて発達しているが、うん、同時に最も無意識の深いところに沈み、うん、無自覚な機能ですと、うん、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には、うん、自覚することができないかもしれないと、うんうん、でまた背後で世界観を形成しているのがこの機能です、うんうんうん、というのが NE ですね、はい、外交直感、うん、どんな類のアイデアでも上手に生み出すことができますが、うんうん、自分ではそのアイデアを真剣には受け止めないし、うん、アイデアを生むことをある種の価値のない娯楽として見ています、うんうんうん、興味のある分野に無関係な事柄について考えることに放蕩する、まあ、遊ぶよりは自分の想像力と洞察力を具体的に、要は自分の中でこのビジネスとか、はいはい、で発展させていく方が俺にとっては不自然だから、うんうん、いや思いつくのはもうどんどん出るさ、うん、強いけどもったいない、うん、もうこっちで使う、うんうん、っていう話ですね、はいはい、なるほど強えなこれくるっと回ったのが僕ですもんね。そうなんですよ、ぐる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 。だからね僕この人と動画やるのはね苦手なはずなんですよあのちょいちょい刺激される、うん、で言ったそばから否定されるうん、これね。で多分僕は、はい、もう世の中娯楽で生きていきたい、はい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 、っていう感じだから、はい、そのもう大したことないって言われてるの。僕はね真面目にやりたいんですよもういいじゃん、はい、楽しくやろうよ。いやじゃあ僕は真面目にルール化したいんですよ、うん、はいっていう、はい、逆だなっていう、はい、そこを重視してる僕と、はいはい、お互い強い
強い者同士なのにみたいなとこですよね、はい、ちょいちょい刺激されます、はい、でねまたねこの僕が刺激されてイラッとするのをね、うん、なんか受け流すでしょ、はい、それがまたイラッとするんですよ、はい、でもまあいいバランスなんでしょうね、うん、なんでねよく楽しい僕は楽しんでますもん、はい、僕は帰りにちょいちょい落ち込みますはーって、うん、またやったなって、うん、はい、楽しみましょうよってでネガティブが顔を出してはーって恥ずかしいって幻覚剤しかないですね幻覚剤しかないですね、はい、合法な合法な、はい、すいません、はい、嫌われてないです、はい、基本、うん、プロレスですよこんなの、うん、ショーですよ、うん、世界も、うん、はい、いかに自分をどう見せるか、うんうんうん、っていう戦いをみんながやってるって僕は受け止めてます、うん、まあでもない気はしますけどねっていうのがこの動画です。そういうタイプもいる、はいはいはい、